はい、11月15日朝6時37分の相場解説、ドル円のデイリーになりますけども、いやー、やっぱりね、今週は見せ場がなかったですね。買いでいく買いでいくって言ってね、なかなか買いで入るタイミングがなくって、確かにトレンドは見てくださいよ。デイリー見てみるとこういう風になっていて、買いで取っていけるんですよね。でも買いの中でもこういう風に売りが続く時ってあるんですよ。まさに今週はそれでした。いや、一回もいいところがなかったですよね。すいませんでした。私もね、2017年は一回も勝てなかったんですけども、2018年は無敵でした。はっきり言って1年間ずっと勝ってました。勝率は 95% 以上だったと思います。400万円以上の利益を出しましたけどもね。ところがですね、2019年は、今年はですね、前半はともかく夏あたりからあんまり調子良くないんですよ。で、今週はついにエントリーすることが一回もなかったというね。もちろん損失を防いだという意味では、まあそれも勝利の一つなんですけども、ただ残念ながらね、2018年ほど成績は良くなかったなと思います。さあ、ビジネス的な視点で言うとですね、調子の良かった2018年にセールスをかけて、FX 速稼塾みたいなのね、私が販売して、で、儲けていけばよかったんですけども、やっぱり私ね、自信と力量がないんですよ。スクール多分やってたら、今年の指導がね、もうめちゃくちゃで、皆さんにだいぶ不満をかけていたと思います。ですんでね、あ、スクール売らずによかったと思いますし、まあもともとビジネスするつもりはないですからね。で、私にはまあ仲間のトレーダーみたいな人がいますんで、もしね、 FX 学びたいんだったら、私が直接指導はちょっとまだまだできないんで、仲間のトレーダーに教わってくださいということですね。1時間じゃないや、デイリーの方の解説は終わって、4時間の方入っていきましょう。4時間の解説入ると、このヘッド&ショルダーではないよと私は申し上げました。これね、こういう風にヘッド&ショルダーに見えるけど、私はこれ違うよという風に申し上げましたね。でも結果的にそれがヘッド&ショルダーないにしても、こういう風に落ちるわけなんですよ。だからね、ヘッド&ショルダーじゃないから大きな下落が来ないっていうのとはちょっと違います。おそらくなんですけども、ここはトランプさんの発言が大きく影響してるんではないかなと思うんですよ。思うんですけども、ファンダメンタルも込みでテクニカルですからね。ファンダが入ることもチャートに影響しているから、チャートの動きはそれも込みでテクニカルが論破できないといけないのかなと思いますけども、私はそこまでの力量がないんで、ファンダメンタルが起きる全体的なね、1割とか2割に関しては私は無防備なんですよ。まあそういう意味ではね、やっぱり相場解説偉そうにできる立場ではないんですけども、1時間見てみましょう。はい、ただね、やっぱりこう学びながら、私自身も学びながら、私の進捗に合わせて学びたい方と一緒に進んでいくということでございますんで、私よりもレベルのね、随分高い方は私のこの解説見ても役に立たないと思いますし、まだね、自信がないよと、ロットがまだ上げられないよという方は、これからも一緒にね、勉強していきたいと思います。さあ、大きく、こういうふうにね、大きく下がってはいるんですけども、下がりの度合いとしてはそんなに派手にドーンと下に行ってるわけではないよという小さな積み重ねですよね。で、これからどうなるかってことなんですけども、1時間はちょっとね、置いといてですね、全体のチャート見てみましょうか。いいよ、これリアルタイムで動いてるものですけども、1時間、このままでしょ。で、どっかでね、転換して上昇に向かうと思うんですよ。で、それが、今週は読み切れなかったなってことでございます。ただやっぱりこのね、デイリーを見てみると、右肩上がりなんですよ、全体的に。ぐにゃぐにゃしながら。まあですんでね、私は、この108円から109円の方に向かって、引いては110円に向かっていくんではないかなという全体像を持ってます。ですので、ウィークリーちょっと見てみましょうか。ウィークリーは、右肩下がりに見えますけども、ここしばらくね、最後の、なんですかね、ウィークリーの10本ほど見てください。最後の10本。ずっと右肩上がりでしょ？これがだからセカンダリートレンドです。ウィークリーのセカンダリートレンドは右肩上がりなんですよ。で、ちょっと長い視点で見ると、そうですね、ここ半年ぐらいで見ると下がってるんですよ。で、今年はそうですね、年始から見てみますか。大きなヒゲを出しているところが1月3日ですからね。で、こっから考えると、今度は、上がってるのかなっていうところですよね。いやー、一本線引いてみましょうか。ここですね。ここ、久しぶりにこの線引きましたけども、この線に当たったら上がるわけなんですよ。まあ、ということでね、今、セカンダリートレンドは上昇に入ってますんで、私は買いで取る方針は、そうは言っても間違いないと思います。ただですね、一週間単位で見ると、売りで取れたかなっていうふうな反省をしております。本日は以上です。